Now they move to you. You missed, bitch. Alright.八神の前に突然降りかかる清涼高校教師沢陽子の死、彼女を殺害した RK 相馬の目的は偉人町の便利屋桑名を捕まえることにあるようだった。偽名を使っていたという桑名の正体をめぐり、八神は底知れない闇に直面していく。はい、わかりました。なるべく部屋の中のものには触らないと。この部屋の中で待ってればいいですか？今現場にいるのは僕とあと二人、河村町の探偵で八神さんと海藤さん。何日か前からうちを手伝いに来てもらってるんです。はい、わかりました。警察すぐ来るって。そうか。先生を殺したのは相馬だ。あいつ先生には用はないって言ってたのに、なんで沢先生が巻き込まれなきゃなんねえんだ。それが知りてえなら、俺らは探偵だ、ターボ。普通の仇には見えねえものが見える。気づかねえことに気づける。今がその力を発揮する時なんじゃねえのか。そうかもね。この現場で問題なのは誰が先生を殺したかじゃない、なんで彼女が殺されなきゃならなかったのかだ。沢先生はどうやら便利屋の桑名と知り合いだった可能性が高い。だから桑名を追ってた相馬たちはここに押し入った。となると、この部屋で探るべきは先生の交友関係か。その中に先生と桑名との接点が見つかるかもしれねえ。ああ。ただその桑名っていうのも偽名だったらしい。本名は確か北方だ。相馬がそう言ってた。ねえ、八神さん。それ沢先生が高校生だった時の卒アルだよね、黒川学園の。なら間宮結衣とかいじめ加害者の河合なんかも写ってるんじゃない？ああ、そうだな。そのはずだ。血が跳ねた先にそんなのがあるなんてね。僕らに手がかりを教えたかったのかな、沢先生。どうする？アルバム中を見てみるか。いや、でも殺しの現場で物を動かしちゃまずいか。見るなら早くしないと。そろそろ警察が来ちゃうよ。じっくり見る暇はないってことか。となると、このアルバムは一旦預からせてもらおう。警察には後で渡す。ここでやらなきゃもう俺らがこの部屋に入れることはない。一旦預かるっていいの？それっていいわけねえだろ。それでもやるんだよ。黒川学園の卒業生らには三越葉殺しの件で不審な点があるけど、今そう考えてるのは俺らだけだ。警察がこのアルバムを見たところで何も引っかからないかもしれない。ああ、なら俺らが持っとくべきだな。多分沢先生もそう言ってるんだ。考えてる時間はねえぞ、杉浦。警察の相手は俺らでやる。お前はアルバム持ってすぐここを出ろ。
僕が泥棒する役？役じゃねえ。お前もともとカムロ町の窃盗団だったろ。そういうこと言うんだ。はいはい、わかったよ。なるほどな。すると名探偵、お前さんが思うに沢先生を殺したのは相馬和樹、カムロ町の RK って半グレグループのリーダーです。そうかい。じゃあそれで一件落着だな。そちらはこの現場をどう見てるんです、ナベさん。慣れ慣れしいぞ、あんまり調子に乗るな。沢先生の部屋には無数の男たちが押し入った足跡がある。お前らも含めてだがな。まずは足跡の分析、周辺防犯映像の解析、目撃情報の聞き込みをして俺らは星たちを絞り込む。もちろんその RK も調べるよ。ご協力に感謝だ、八神探偵。さっき検視官がその部屋に入ってったみたいですけど、遺体を見てたんですよね。ああ、とりあえずざっくりの状況だけな。この後沢先生の遺体は司法解剖に回される。そのざっくりなところで死因と死亡推定時刻は？死因は首の後ろ、盆の窪へのひと突き、アイスピック状の凶器によるものと考えられる。遺体は死後3時間程度とのことだ。3時間？じゃあ俺がスマホ越しに彼女を見た後すぐだったんだ。鍋さん、警察はすぐに相馬を手配するべきです。相馬ってのは今警視庁に紹介中だ。顔写真もねえのに手配もクソもねえだろ。じゃあ町に出てる半グレっぽいのに片っ端から職質するのは？ここらで見慣れない顔がいたら RK のメンバーです。気持ちはわかるがそう熱くなんな。それより俺は便利屋の桑名にも興味がある。偉人町じゃ古参の住人だ。あいつがなんでカムロ町の半グレに追われてた？おまけに桑名ってのも偽名だって？沢先生とはどういうつながりがあった？それ全部知りたいですよ、俺も。肝心なとこの情報がねえんだな。まあ今日も帰っていいよ。ただしいつでも連絡が取れるようにしといてくれ。いいんですか、鍋さん？ああ、こいつらは首はつけない方がいい仕事するタイプだ。口は悪いが人見る目はあるな、あんた。なんだよ。ナベさん、江原のことは聞いてこないんですね。俺この間拘置所で接見してきましたけど。ああ、あの件な。江原が三越芝を殺してる動画が出てきましたよね。俺はその件で沢先生と話そうとしてたんです。つまり今回の沢先生の事件と三越場殺しには何か関連があるかもしれません。なら江原から何か情報を引き出せるんじゃ。なのにあいつにはもう興味なしですか？俺らはもう江原にだけは触るなと上から言われてる。もし奴を三越場殺しで調べるならその前に判決の出てる痴漢の有罪をひっくり返せたとさ。そんなの警官の立場でできるわけねえ。おかげで三越芝殺しの調べはもう誰にもやる気がない。うちも警視庁も検察もだ。捜査ってのは刑事にやる気がなきゃやめてもいいわけですから。解決の見込みがありゃ今からだっていくらでもやる気出すけどな。江原が怪しいのはみんな百も承知だ。それでも触るなと言われてんだよ。そういう事件は俺ら現役バリバリがやる仕事じゃねえ。署の片隅で塩漬けにされるんだ。じゃあこの沢先生の件も同じことになるかもしれませんね。おい、口に気をつけろよ。これその目つきは俺らにじゃなくもっと他に向けてくださいよ。臭いもんへ蓋しようとしている上の人たちに
なんだと。よせ、桜井。私も先生方もまだ詳しい状況を警察から聞かされてはいません。沢先生がその何らかの事件に巻き込まれたということで、皆さんにもマスコミのマイクが向けられるかもしれない。でもどうか相手にしないようにしてください。私たちはまだ何も知らない状況だし、皆さんがマスコミに何かを説明する義務は一切ありません。今はただどうか沢先生のご冥福をお祈りしてください。どうかどうか。では3年生の端から順に教室に戻りなさい。あの矢上さん、理事長からもし学校にいらしてたら矢上さんとお話ししたいと、沢先生のことで。わかりました。理事長室ですか。ええ、よろしくお願いします。矢神さん。ああ、いや。驚きました。沢先生のこと。うん、そうだよな。矢神さんは何かご存知なのですか。現場に居合わせた。俺が第一発見者だったんだ。え？犯人はまだ捕まってないけど、誰がやったかは分かってる。私も何かお力になれますか。事件の情報さえ教えていただければ。いや、ダメだ。こっちは危険すぎる。お前を巻き込むわけにはいかないよ。ですが。沢先生の件は俺に任せてくれ。お前にだってやるべきことはあるだろ。八神さん。はい。なんだよ、そんなに落ち込んでると自慢の推理力が鈍っちゃうんじゃないか。なるほど。ええ、そうですね。そんなことになってしまったらミスケンの活動に支障が出てしまいます。ああ、だからマサは、俺とお前はいつも通りで行こう。ミスケンのみんなにもそう言っといてくれるか。そうしてもらえると助かる。はい、わかりました。どうぞ。来てくれましたか。ええ、もちろんです。おかけになってください。刑事さんから聞きました。沢先生の第一発見者があなただったと。そうです。あなたは事前に沢先生の身を案じてました。私には見えないものが矢上さんには見えているんですよね。そのつもりでいました。でも見えていたつもりのものが全然違ってきていたり、俺にもまだ消化できていないことが山ほどあるんです。それは例えば何です。偉人町の便利屋で桑名という男がいました。事件の直前、俺はそいつと沢先生の自宅前で鉢合わせています。ではその人が犯人ということで。そうではないと思います。ただ桑名をめぐったごたごたに沢先生は巻き込まれた可能性があります。実は桑名というのは偽名で、
カムロ町の半グレたちに追われていました。 RK というグループで数日前には河合というチンピラを探していたんです。河合は13年前沢先生の高校時代の同級生でした。どうやらもう私には理解できません。あなたが今日まで調べた情報量は生半可じゃなさそうだ。でも私はもう限界ですよ。方々からの問い合わせにマスコミ対応です。この老体には応えますよ。お察しします。でもやはり一番きついのは若い人たちが次々に犠牲になっていることです。三越馬君の死体発見に江原さんの殺人動画流出、そして今回の沢先生の事件です。私はそれらが別々の事件だとは思いません。どこか深いところで根っこがつながっているんじゃないでしょうか。俺もそう思います。もしその根っこを掘り出すのならどれだけの土をかき出せばいいのか想像もつきません。それでも八神さん、あなたには最後まで掘り続けることをお願いしたいです。そして沢先生の無念を晴らしてくれますか。あんないい先生がなんで。まだこれからだったんですよ彼女は。なんでこんなあんまりじゃないか。今はまだはっきりした手がかりがないんです。だから根っこを掘り当てられるかはお約束できません。ただ誰が何を言っても何人で止めに来ても俺は掘り続けます。そうですか。ここ数日は本当に悪夢のようでした。だから久しぶりですよ、いいニュースを聞いたのは。俺も話せてよかったです理事長。あとは沢先生の2年2組が失敗です。八神さんもよくご存知の通り少し不安定な子たちがいますから、また今回の件で例のいじめが再燃したりしないか。高田さんのことですよね。わかりました。俺も学校にいるときは気にかけるようにしますよ。八神さんじゃないっすか。何しに来たんです。なんかおかしいですよね。八神さんが来た途端三越馬先生が死体で見つかって、次は沢先生が殺されちゃった、まるで疫病神みたいな。確かにそうかもな。みんなマジ辛気臭くてだるい。沢先生って男子受けは良かったけど授業は程度低いし大して面白くなかったし、少なくとも私は全然一緒に泣けないっすわ。偽善者っぽい。三越馬先生の時はみんなはしゃいだりしてたくせに。おいお前も黙ってろよ。はあ、せえぞ童貞。んだよ高田。八神さん、私たちなら大丈夫です。今はわからないことだらけでみんな不安定なだけ。でもだから沢先生に何があったのか分かった時は私たちにも教えてもらえませんか。優等生気取り、すかした顔しちゃって。何、どうしたんだよ茜、お前変だぞ今日。前にも言ったと思うけど俺は探偵でさ、三越馬博が
なんで殺されたのかを調べてた。それで沢先生とも話してたんだ。彼女はその事件との関連で巻き込まれた可能性が高い。だから俺は先生のことも御子柴のことも絶対に全部はっきりさせる。いいよ、どうせネットじゃ御子柴先生完全に悪者じゃん。昔いじめしてたから殺されて当然だったって。そうだな。なら俺のレポートが聞きたくなったらそん時声をかけてくれりゃいい。お前の抱えてるそのモヤモヤ晴らすには俺の仕事は役に立てると思う。ふん、なんだよ探偵って。ああ、うさんくさ。あいつさ、あかね、御子柴先生のこと好きだったんだよね。ノリも合ってたしめっちゃ話してたのに、ある日どっか消えちゃった。仲良くしてたつもりが自分の一人相撲だった。おかげでモヤモヤしっぱなし。それで自分にブレーキがかけらんなくなってったんじゃないかなって。だから今までのこと許してくれって言ってるわけじゃねえよ。自分たちが許されないことしたってわきまえてんなら上出来だ。ごめんな、コーダ。これまでしてきたこと全部。彼女には一生許されないと思ってろ。それが当然なんだから。そうっすね。でもよく謝った。よう、戻ってきたか、タボ。お疲れ様です、八神氏。高校の様子はどうでしたか？理事長が全校生徒を集めて集会を開いてた。沢先生の件でみんな動揺してる。うん、そりゃそうだよね。八神、よろしいですかな、八神氏。ああ、始めよう。沢先生は昨日、職員会議中、自宅に空き巣が入ったとの電話で呼び出され、帰宅しています。その後の状況から察するに、電話は RK がマンション管理人の名前を語ったものだったと思われます。そして沢先生は、RK の連中に囚われてしまったのです。だが RK の目的は沢先生じゃなくて桑名を捕まえることって話だったよな。ああ、阿久津も相馬もそう言ってた。だから多分沢先生は桑名をおびき出すために利用されたんだと思う。なんで沢先生が桑名をおびき出す餌になるんだよ。あの二人はどうつながってんだ。それもそうだけど、そもそもなんで RK は桑名さんを追いかけてんの。カムロ町の半グレが偉人町の便利屋をさ。ああ、わからないことだらけだよな。だから俺らが最初にやるべきなのは RK より先に桑名を見つけて話を聞くことだと思う。そもそもあいつは桑名じゃなくて北方ってのが本名らしい。RK は逆に桑名って名前を知らなかったみたいだ。結局俺らは偉人町の便利屋ってこと以外に桑名のことを何も分かってないんだよ。ちなみに桑名さんは昨日から連絡がつきません。一応留守電には返事が欲しいと言っておきましたが。あいつが便利屋をやってた事務所の場所は。桑名さんって仕事はスマホ一つで撮ってたみたい。だから名刺にも事務所の住所とか書いてなかったんだよね。そうだ、カイトさん、さっき桑名さんと飲み歩いた店に何件も電話してたでしょ。あの人がどこに住んでたかって。おお、で
ついさっき分かったんだがよ、どうも桑名のヤサは中央通り西にあるプレハブみてえな家らしい。仕事の依頼料が高え割にはえらく汚いとこで寝泊まりしてるんだと。そこまで分かったんなら、うん、まずはそこに行こう。そう来なくっちゃな。つくも、話の続きは後だ。なかなか腰が落ち着きませんな、八神氏は。ここ桑名のねぐらって。ああ、そうらしい。なるほど、モグリの便利屋って感じの家だ。あ、なんだよ、どうした。ドアが壊されてる。バールか何かでこじ開けられたんだ。なるほど、誰かが一足先に来たんだとしたら RK の連中だろうぜ。今桑名を追ってるのは奴らと俺らだけだ。完全に先を越されたな。仕方ねえ、 RK も頭数だけは揃ってんだ。人海戦術で来られりゃ競り負けることだってある。桑名は多分夕べからここに戻ってないんだと思う。自分が追われていると気づいてどっかに逃げたはずだ。下手するともう偉人町からも出てったかもしれない。じゃあ俺らはここで何をすりゃいい。あいつの本名は喜多方ってことだった。だとしたらなんで偽名を使わなきゃいけなかったのか正体が知りたい。そこから沢先生との接点が見えてくるかも。要は桑名の正体を知る手がかりが欲しいってことだな。俺が言いたかったのはまさにそれだよ、カイトさん。箱だ。どうだろうな。ああ、そういえば電子タバコだったね。あんまり使ってない灰皿に普段吸わない紙のタバコか。そんなに引っかかるとこか。電子タバコと紙のタバコと両方吸ってるやつなんていくらでもいるぞ。かもね。でも探偵が些細な疑問と好奇心をなくしちゃ真実には近づけない。怪しいな。ん？あれ？このライター。なんだよ。お？ USB メモリだ。そいつをライターに偽装してた。おお、こいつは当たりじゃねえか。わざわざこんな風に隠してたってことは桑名にとってよほど大事なもんだぜ。問題はこの中に入ってるデータだ。パソコンがあればすぐに見れるんだけどな。よし、そうと決まったらつくもんとこに戻ろうぜ。すっかり暗くなっちまったな。あ、なんだよタバ。お出迎えが来てる。あ、もしかして RK か。ああ、桑名を追いかけてんのは RK か俺らくらいなんだろ。相馬とアクスがいねえ。チッ、こいつら下っ端だぞ。よかったじゃん。もし相馬がここにいたら俺は自分を止められる自信がないよ。もだ。お前らの中に話のできるやつはいるか。相馬と阿久津はどこにいる。これから死ぬやつと話すことなんてねえよ。そっか、そっちがそのつもりなら
俺らも遠慮なくやれるな。About time we get to whoop some ass this episode. Yes. Hold on, let me piss everybody off before I start. Damn! Damn, big boy! Sheesh! Alright, look how many skills we got. Bro, we got all these, but I have not been boosting my health. I probably should, but we not yet. Do this, and let's go ahead and heal up a little bit. How about we do that? Need to go back to the damn store. Stock back up. Whatever his name is, he's a loser. I noticed on this game, we can't equip weapons in our inventory. I might have just been on a baseline Yakuza game. Damn. I hear one of y'all swing. Get off me, bitch. There we go. I'm trying to maximize how many XP points we get for the fight. I hear somebody getting fucked up back there in the back. You missed, bitch. Alright. Yo! からでも来な。全然足りない。Yo, was my health like super low or something? My shit must have been low. Finish his ass off, and then we're gonna switch to the snake. This big ass dude, maybe we should have took his big ass out first, but I wanted like to deal with the minions. The little dudes. There we go. Nice. He farted at the end. You hear that shit? While we're at it, take another one of these. Go ahead and get drunk too. I wish I could turn the Drunken Master off. I don't really like that. Like, look how little damage he did, and it's going to take away all of our, what's it called in the process? Yeah!
Couple more times, we got him. Dude was trash, bro. I don't know how he socked me out. You see at least 2,000 from that. Maybe 3,000. そうまた阿久津はどこにいる？あいつらと話をさせろ。こっちからは連絡が取れねえんだ。あの人たちとの連絡はいつも向こうからの一方通行だよ。そんなこったろうと思ったぜ。RK の大半はただの駒でしかねえ。ああ。でももっと言えば、多分相馬も現場の駒で誰か黒幕がついてるんだと思う。半グレは金にならない仕事なんてしない。なのにわざわざアウェイの偉人町で殺しまでやってんだ。そっか。つまりでかいスポンサーによほどの条件を出されてるってことか。ああ。そうでもなきゃ相馬たちがこっちで暴れ回る理由がない。じゃあその RK の黒幕ってのは？そいつが誰かは分からないけど、何がしたいかは分かる。なんだよ。クワナを捕まえることだよ。 RK はそれに従ってんだ。そして沢先生はその巻き添えになったんだと思う。そうかい。なるほど。くそ、絶対その黒幕を引きずり出してやる。ああ、俺らが桑名を追いかければいつか勝ち合うはずだ。で、今その手がかりになるのがこいつなのかも。じゃあ早いとこつくもんとこに戻るのが良さそうだな。何なんです？あんたら桑名さんの知り合い？ええ、まあ。そこの倒れてるのは？ただの酔っ払いですよ。目を覚ましたらちゃんと家に帰るはずです。なるほど。そりゃいいや。あの、失礼ですが桑名をご存知ですよね？そうね、10年以上隣に住んでるから。桑名さんは便利屋さんだし、うちで何か手が足りない時は手伝ってくれてたよ。お代はうちの日替わり定食でね。実は昨日から桑名と連絡が取れないんです。どこかあいつがよく顔出すところって知りません？そうだな、それなら彼が横浜に来た頃いろいろ世話してくれたっておじさんがいるんだよ。桃園の親戚とか言ってたかな。昔屋さんだったけど足洗ってからはずっとバーをやってるんだ。そのおじさんが町の人に桑名さん売り込んであげてた。桑名はここで便利屋始める前は何をしてたんです？どうだろう、普通に会社員とかじゃなかったかな。そういえば聞いたことなかったかも。桑名の桃園ってのはどこでバーをやってるんだい？ああ、それなら清廉って店で、中華街の方だ。2、3回俺も飲みに行ったよ。マスター、昔は屋さんでも、今は丸くなっていいおじさんだからね。なら、俺らもそこに行ってみるかな。次は RK に先を越されたくねえ。急いだ方がいいだろうぜ。お話どうも。お騒がせしました。いや、別に行って。セイレーン、ここだな。タボ、クワナの桃園ってのがマスターをしてるはずだ。すいません、お邪魔します。またもぬけの殻か。なんか店の中荒れてるね。家探しされたってほどじゃないけど。ああ、慌てて夜逃げした後みてえだ。じゃあここのマスターももうどっかに逃げた？だとしたら勘がいいな。
そのうち RK の奴らも桑名を探してここに来るはずだ。お、行くか。ここ店の名前セイレーンだったよね。あ、ああ、はい、セイレーンですが。相馬、よく避けたな。でも残念、アイスピックは女用なんだ。カイトさん、RK が何のイニシャルか言ったっけ。カイトさん、くっレッドナイフ。この野郎、そうな。ここのマスターは鼻が利くらしいな。まんまと逃げられた。なんで沢先生を殺した。まあいろいろ知りすぎちゃったからな、あの先生は。なんだと。お前らもそう、もう捨てておけないとこまで来ちゃった。こないだヘマしたな、俺を殺し損ねた。反省してるよ。阿久津に任せた俺のしくじりだ。そしてお前はここまでだ。そうか、カイトさえいなきゃお前一人わけないよ。This is gonna be a bitch. Yeah. That was kind of tough. That was hard. All right, Snake. Snake. Oh, he got purple health. Purple health is crazy. Spam EXE attack. No! It's all good. See, you gotta be like level 6 or 7 drunk for that to actually work. So I'm just gonna take one more. We're gonna stay on level 4. This makes it easier to you to build, for you to build up your special. Disorder. We can always do these though. Sick. Y'all think I can get bro on my first try? I hope so. Bitch. It looks like one stab and it's gonna hurt. Nice. I'll bust his ass. Beat your ass.
ああ、結構やるんだな。驚いたよ。カイトーより先にお前を刺しとくべきだったかも。くそ、綺麗に脳が揺れたからな。足に来てるだろ。立てるようになるまでちょっと時間がかかる。暴れると痛い時間が長引くぞ。そういえば沢先生の時は一瞬だったな。なんだと。こんな時に無粋だよな。人の店で何をしてる？あんた、ここのマスター？ああ、桑名君の知らせでお前らが来る前に逃げることができた。俺はもうその店に二度と戻らない。俺らはその桑名さんと話がしたいだけなんです。そんなに怖がらないでくださいよ。若い女性を自宅まで押し入って殺したそうだな。なら70過ぎのジジイはもっと躊躇なく殺すだろう。八神さんに電話を代わってくれ。さもないと殺に通報する。あんたがなんで八神と話したがる？グズグズするな。今110番のダイヤルを押し終わったぞ。お前に用はない。ここのマスターがお前に代われって。悪いけど話は後だ。すぐ店の前に救急車を回してくれないか。相棒が腹を刺された。何？頼む、急いでくれ。はい。ご希望通り相棒の彼はこれで大丈夫だろう。俺は今あんたを遠くから見てる。探さなくていい。今そこで会うつもりはないんだ。サバイバーというカラオケスナックがあるんだが知ってるか？この街では一番安全な店だ。川沿いのスナック街だ。俺はあなたに桑名のことを聞きたくてセイレーンに来ました。でもあなたの方も何か俺に用があるってことですか？あんたが一人で会いに来てくれるならそこで話すよ、八神さん。ただ俺はサバイバーにもそう長いはしない。今から10分以内にあんたが来なければ姿を消して連絡も絶つ。ずいぶんせかすんですね。10分のカウントダウンはもう始まっている。スナック街のサバイバーですね。そうだ。すぐに向かいますよ。ではまた後ほど。待たせたな。出してくれ。